はい、どうも皆さんこんにちは、平田ドラム教室平田直之です。平田ドラム教室は群馬県の伊勢崎市と、藤岡市、こちら2カ所でドラム教室を開講しております。藤岡市の方はもちろんなんですけど、本日ですね、土曜日ですのでこちら藤岡教室の方に来てるんですけども、藤岡教室の中身、こんな感じでドラムセットがあって、で今こっちが見えないんですけど練習パッドとかあったりして、レッスンできるような環境が整っております。で藤岡教室藤岡市にあるんですけども、結構高崎市の方からいらっしゃったりとか、多摩村もかなり近いですね。多摩村の方もいらっしゃいますし、であとは、本庄市の方ですね。本庄方面の方、なかなかドラム教室がないということで伊勢崎教室の方に来ていただいている方もいらっしゃいますし、どちらかというと本庄の方だと、藤岡の方が近いという方もいらっしゃるんで藤岡に来ている方もいらっしゃいます。ですので、結構少しですね、藤岡以外のところから体験化してるか習ってる方多いですので、ぜひ検討していただければと思います。最近だとお子様からドラムを始める方増えております。もうですね、子供たちが机とかテーブルをこう叩き出したら、ぜひ、リズム感さらにアップして、ドラムを習わせてみてもいいのかなと思います。ドラムをやるためのメリットですね、いくつかありまして、一つは、すぐ予想がつく通りリズム感かなりつきます。もうリズムに特化してますので、すごくリズム感は、つきます。あと両手両足使います。なので、手足がすごく器用になりますし、あとは大人の方も体験していただければすぐ分かるんですけど、かなり頭を使うんですね。もう右手を、例えば分かりやすい例ですけど、実際は違いますが、例えば右手を四角形を描いて左手を三角形を描いて同時に描くとか、そんなような右手の動きと左手の動きがバラバラだったりとか、さらに右足左足もバラバラだったりしますので、結構頭の体操になったり、します。上の大人の方もいらっしゃるんですけども、昔テレビで見ましたが、ドラムをやった後とやる前では結構脳の活性化具合が全然違うっていうので、大人の方ですね、本当におじいちゃんおばあちゃん世代だと思うんですけども、これはボケないね、ボケ防止になるねっていうんで、喜ばれてます。お子様にとってもかなり刺激になるんじゃないかなと思います。はい。であとは、ドラムを上手に叩くためには結構姿勢も重要になるんですね。もちろんプロの方でも姿勢が悪い方もいらっしゃるんですけど、基本的に姿勢を良くしておかないとうまく叩けないってこと結構多かったりしますので、姿勢が良くなります。丹田とか、体軸っていうそんなお話なんかもさせていただくので、姿勢が良くなってくると、メリットたくさんあります。歩くのも、歩き姿も綺麗とかになりますし、座ってても疲れにくくなる。なんで、学校とかで座ってても疲れにくくなる体が手に入るっていうのもありますので、はい。いろいろいっぱい話してしまいましたが、今無料体験レッスンやっています。ぜひ下の概要欄より、お申し込みしてみてください。またいきなり申し込むのもちょっと心配だなって方はホームページありますので、ぜひホームページの方を覗いてみてください。どんな教室かなとか、どんな先生がいるのかなとか、ここの画面だけだと教室の雰囲気とかもわからないと思いますので、ホームページの方もうちょっと詳しく載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、という形でちょっと長くなりましたが、最後まで動画のご視聴ありがとうございます。では失礼いたします。